今日はね、アンナプルナサーキットトレッキングについてね、お話をしたいと思います。結構ね、ネパールで一番有名なトレッキングって言ったら、エベレストトレッキングになるんですよ。で、まあ、このエベレストトレッキングですらね、まあ、正直、その存在すらは知ってる人ってあんまりいないと思うんですね。で、でも実際その、ネパールにあるトレッキングで有名なトレッキングって言ったら、エベレストトレッキング、それからアンナプルナベースキャンプのトレッキング、まあ、それからこのアンナプルナのサーキットトレッキングだと思うんですよ。まあ、他にもトレッキングね、ネパールってたくさんあるんですけれども、まあ、有名どころ3つ挙げろって言われたら多分この3つになるんですね。で、まあ僕がなんでこのアンナプルナサーキットトレッキングについてお話ししようかなって思ったのかっていうと、まあ僕自身が2年前にエベレストトレッキングの後にぶっ続けで僕、アンナプルナサーキットトレッキングも行ったんですよ。だいたい2週間かけたんですけれども。で、このトレッキングがね、すごい良かったんですね。で、まあぜひともね、皆さんに知ってもらいたいなと思って、この動画を作りました。で、まあアンナプルナサーキットトレッキングってそもそもなんなんって話なんですけれども、もう本当名前通りアンナプルナっていう、アンナプルナってね、まあ、山の名前なんですけど、一つの山じゃないんですよ。大体4つかな、4つぐらいの山のなんかこの塊みたいなのをアンナプルナっていうらしいんですよ。うち一つがね 8000m 超えてんのかな。ですごいなんか登るのが難しい山らしくて、あの K2 とかね、結構登るの難しいって言われてる山と比べても、なんか全然なんかね、それと同等かそれより難しいみたいなことを言われてるらしいです。ちょっと詳しくは分かんないんですけどね。まあまあそんな感じのなんか 8000m 級の山とか、その 7000m 級の山4つがこう固まってるのを一括りにアンナプルナっていうらしいんですよ。で、僕がやったそのアンナプルナサーキットトレッキングっていうのは、その4つの山の周りをぐるーって回るトレッキングです。これを僕は行きました。だいたい2週間ぐらいです。でね、このトレッキングのね、何がいいってね、まあ、なんだろう、エベレストトレッキングと比べると標高はそんなに高くないんですよ。まあ、言うても一番高いところ、最後の、まあ、砦みたいな言われてるトロンラパスっていうところで標高が5400ぐらいだったかな、確かそんなもんなんですよ。でもそのエベレストトレッキングだと、例えばベースキャンプ行くときに、そのベースキャンプに一番近い町、ゴラクシェプっていう町が、町で、要するにそこで寝泊まりするわけですけども、そこで大体標高が5150mとかなんですよ。でも、アンナプルナの場合は、標高5000m超えるのが、そのトロンラパスを超える1回だけで、基本的には5000m いかないぐらいの標高なんですね。で、多分寝泊まりするところで一番高いのは多分、あれだろうな、ハイキャンプかな。ちょっと名前忘れたな。そのトロンラパスの手前で、その寝泊まりするところが2箇所あって、1箇所は標高が4000後半だったかな。で、もう一つは4000前半だったかな。ちょっと詳しくはね、僕概要欄にブログ貼っとくんで、それ見といてください。で、そこにあるんですけど、そのハイキャンプの方泊まったら結構標高高いんですけども、それが一番高かったかな。基本的にはまあ4000メートル以上のところもそんなに寝泊まりしないですし、まあ、エベレストトレッキングと比べたら、まあ、高山病のリスクっていうのは、まあ、若干下がるかなと思います。とはいえね、 4000m 超えるんで全然高山病になる人いますし、まあ、実際に高山病になって途中でリタイアした人もたくさん見かけてるんで、ならないわけじゃないですね。エベレストトレッキングと比べたら若干なりづらいっていうだけであって、基本的に標高高いんでなります。気をつけないと。で、僕の場合はエベレストトレッキングにそのアンナプルナの前に行ってたんで、もうそこで完全に高度順応できてたんで、アンナプルナのサーキットトレッキングやってる間は僕は一切高山病の症状は出なかったです。これはすごい助かりましたね。もうなんかね、普通だったらちょっと高度順応みたいなことをして登んなきゃいけないところでも、僕はもうすでに順応してるからささって登って、で、それそのままネット回りしたりとかね、まあ、そんな感じで、多分ね、他の人よりもだいぶペース早く回れたと思います。で、まあ、アンナプルナサーキットトレッキング、まあ、物価、まあ、要するに、まあ、どれぐらいのお金かかるんだって話なんですけれども、まあね、この前にね、僕、エベレストトレッキングの動画、費用とかも出した、費用についての動画とかも多分、まあ、この動画の前にアップしてると思うんですけれども、だいたいね、エベレストの時は、ね、1日あたり3000ルピーを持っておけば、
まあ余裕で大丈夫かなみたいな、ちょっとあの多めに現金持っとかないと、あの現金なくなったらマジで積むんでっていう話をまあ動画でしたんですけれども、アンナプルーナの場合はね、もう少しね安くて大丈夫なはずです。宿代もね、あの安いとこだと本当無料だし、高くてもね200-300ルピーだから200-300円ぐらいだったと思います。ほとんど200ルピー以下だったんですね、その宿泊費が。まあその代わりはまあエベレストと同等で同じで、その泊まる代わりにその宿でご飯を食べなきゃいけないっていう決まりがあって、まあそのご飯がだいたい500ルピー、500もいかないかな、500前後ぐらい、まあそんな感じだったんで、まああのだいぶコスパ、まあね、旅行をコスパで考えるのどうかと思うんですけど、まあちょっとコスパという表現を使いますけれども、コスパで言えばエベレストトレッキングよりもいいです。で、あと僕が個人的に思ったのが、あの僕はその2年前、2018年にエベレストベースキャンプとアンナプルナサーキットトレッキングをぶっ続けでやったわけですね。まあ間カトマンズで10日間ぐらい休憩したんですけれども、まあそれ含めて大体2ヶ月ぐらいトレッキング生活を送ったんですけれども、ね、決死はどっち良かったかって。これはね、すごいね、個人的なあのお話になるんですけど、僕は、あのアンナプルナの方が景色は良かったなと思いました。で、特に良かったところは、あのアンナプルナサーキットトレッキングやってる間にちょっと寄り道になるんですよ。けど、あのね、テリチョレイクっていうね、あの、湖があって、ちょっと寄り道なんですけど、そこに行ったんですね。あの、その湖自体は標高4900メートルぐらいのところにある湖で、ちょっと写真を載っけときますけど、これがね、めちゃくちゃ綺麗で、もうこれ見た瞬間に、うわーって思って、僕しばらくその湖の縁で座って、ぼーっとしてたんですね。もうなんか見とれてしまって、あ、この世の中にこんな綺麗、こんなに美しいところがあるのかって思うぐらい、ちょっとなんか、感動したりしたんですね。っていうぐらいね、めちゃくちゃ綺麗で、あ、すげえ、ここのトレッキング来てよかったなって、心の底から思ったのは、そのテリチョレイクっていうところだったんですけれども、っていうぐらいね、あのね、アンナプルナはね、マジで自然が綺麗。その道中の、道もすごい自然綺麗ですし、この動画のあたりにちょっとなんかスライドショーみたいな感じでアンナプルナの、あの、写真で撮った写真をちょっと流そうかなと思ってるんですけれども、流そうかなとか流します。あの、本当に自然が綺麗で、もしね、すごい自然好きな方いたらね、まあ、ぜひね、アンナプルナサーキットトレッキングをおすすめしますよ。これはね、本当に綺麗。もう 100% 後悔しないから。で、しかも期間も2週間ぐらいで行けるし、うん。いいと思いますよ。アンナプルナサーキットトレッキング。あんまり知られてないんでね。ぜひともね、皆さんに知ってほしいなと思います。というわけで、まあ、今回はそのアンナプルナサーキットトレッキングって何なんだっていう、まあ、動画だったんですけれども、まあ、この動画とは別にね、アンナプルナサーキットトレッキングにかかる費用だったりとか、まあ、ちょっと具体的なアンナプルナサーキットトレッキングのお話とか、まあ、そういったこともね、別動画で、あの、お話ししたいと思います。一つの動画で全部ね、やっちゃうとね、結構長くなっちゃう。俺、話し出すと止まんないから、まあ、それでちょっと10分、長くても10分ぐらいで収まるようにね、最近工夫をしてるつもりなんですけれども、まあ、そんな感じで、別の動画でまた、アンナプルナサーキットトレッキングについてお話しするんでね、まあ、よかったらそちらの方も見てください。というわけで、まあ、アンナプルナサーキットトレッキングで僕が撮った写真のスライドショー、ぜひお楽しみください。どうぞ。